本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。インク不要、スマホから簡単操作、家庭から仕事まで幅広く使えます。アイディア次第で使い方は無限大。イタリーサーマルプリンター M220 を紹介します。はい、ご提供させていただきました。はい、内容物は取説、ありがたい、タイプ C でございます。そして本体、こちらでございます。シール剥がします。はい、というわけでサーマルプリンターでございます。片手で持てる大きさです。こちら、おお。はい、中身でございます。 40×30 のシールがですね入っております。こちらは段階調整パーツといいまして、シールの太さによってサイズを変えることができます。シールのセット方法はこっち寄りにシールをやります。そして分かりやすいように矢印書いておりますので、ここにセットします。動きません。印刷面は下に行くようにします。そしてこんな感じでございます。こちら重さは 480g、 おなじみの人間工学に基づいた手にフィットしやすい持ちやすいフォルムとなっております。ポケットには入りづらいのですが軽いです。なので持ち運びも簡単にできてしまいます。少し前にですね、ドコモのモバイバルプリンターというものを使いました。サイズ比較としては、こちら、少しだけ大きくなりました。このプッシュでシールを切るのですが、こちらは、ここ、ビッてね、ちぎるタイプとなっております。値段も、まあ、約2倍ぐらい上がっております。ですが、業務用にも使えるというわけで、かなり性能がパワーアップしております。印刷するのが楽しみです。はい、この付属のシール、ぴったり貼れて、綺麗に剥がせる、破れにくく、耐札、吸水、耐薬性に優れております。続いて特徴を順番に紹介していきたいと思います。シールのサイズは、20×80mm。高速でクリアな印刷、ロムプリントヘッドを採用。待ち時間がほぼないというわけで、こちらもこの後試していきたいと思います。あとは自動ラベル識別機能というものもついております。紙ずれやズレを防いでくれます。で、このプリンターなんですけども、インクを一切使いません。通常のプリンターだと、本体とインク、そして紙、この3つが必要だと思うんですけども、こちらに関しては2つです。インクは必要ありません。商品のタイトルにもついています通り、サーマルプリンターです。ちょっと待って、サーマルって何やって思うかもしれませんが、サーマルは熱、温度という意味で、要するに熱の力によって印刷するという技術、それがサーマルプリンターです。本体とシールさえ買っておけば、いつでもどこでも簡単に手軽にラベルを作ることができます。というわけで、まあ、コスパがいい商品になっております。あとこれディスプレイ結構綺麗だね。さすがです。業務用にも使われているもの、 203dpi の高解像度です。また本体の印刷時の音も低音声というわけで抑えられております。このラベルなんですけども、残念ながらカラーではなく全てモノクロになります。ケーブルは基本的に不要です。この充電器がありますので、充電ケーブルと差し込み口がありますので、こちらにセットして充電することができます。ただこのバッテリー残量もですね常に見えるので、使う前に当たりないなと思ったら充電したりすることもできます。フル充電で 2.5 時間、ラベルはですねなんと36巻連続使用することができます。バッテリーはですね 2200mAh、 なんとすごいのが77、なんと24時間。すごいすごい、本当なのか。でもさすがに試す気はないけども、とりあえず長く持つというわけですね。あとスリープモードというものがありまして、こちらはですね、消費電力を 25% カットしてくれます。はい、では早速印刷をしていきたいと思います。ボタンは2つだけです。こちらが電源ボタンで長押しします。はい、そして今回液晶パネル、液晶ディスプレイがついております。このボタンを押すと、はい、次のシールに切り替わります。というわけで、今回もスマホを使いたいと思います。画録します。というわけで、画録がスタートしました。で、今回はですね、前回紹介したこちらと同じアプリを使います。こちら、プリントマスター、このキノコのアイコンですね。タップ。はい、行きました。接続方法は簡単です。Bluetooth をオンにした状態で、プロフィールを押しまして、プリンターを押します。本体に電源が入っているか。はい、行きました。あ、型番がですね、198がですね、こちらに出てきますので、タップします。接続。
はい、接続。はい、されました。緑になりました。はい、というわけで、とっても簡単な、Bluetooth 接続で、プリンターとスマホでケーブルなしでデータの指令をこちらに出すことができます。簡単にプリンタマスターを紹介します。多種多様なテンプレートで自由に作成することができます。例えば、テキスト、QR コード、ロゴマーク、アイコン、バーコード、表、画像、線、時間、Excel データも読み込むことができます。また、500種類に及ぶラベルテンプレートもついております。例えば、値札、梱包発送、整理整頓、名前ラベル、配送ラベル、アドレス、ケーブルラベルなど、様々な種類を印刷することができます。ちなみにこのシールなんですけども、タイプによってはですね、シールの種類が異なってきますので、Amazon でシールも別途購入することができます。はい。では、早速ですね、プリンタマスターを使って、何枚かですね、ラベルを印刷していきたいと思います。で、今回なんですけども、事前に監督、イラスト、何枚か用意してきましたので、それもね、試していきたいなと思います。新規ラベルを作成する。で、本体ですね、これ、自動認識しますので、今入っているラベルに合わせた40サイズも自動的に入力されております。ありがとうございます。確認。で、今回ですね、新たに、1、2、3と。3つですね。YouTube のサムネなんですけども、こちら、これは結構ね、高解像なんでどんな感じなのかなというわけで、ここに行くのか。あ、ちょっとこれ画質悪いかな。まあでもいいや、とりあえず。スピード感もちょっと見ていきたいと思います。レディー。印刷。おー、早いね。前回より結構いいよ。ちぎるのがいいんだよね。はい。前回はパチンってちぎったんですけども、今回はここに刃がついてますので、ここね。あー、いいですね。こちらが作ったものですね。いかがでしょうか。まあ、モノクロ限定なんですけども、どんどん行きましょう。確認、画像を監督。で、初期の頃の、これ依頼して作ってもらったやつです。スキーラベルって、この縦にして、蓋を256階調にすると、綺麗になると。おい。これ結構いいんじゃない?これ。じゃあ行きましょう。オッケー。おー。はーい。こちらできました。これ何に使おう?樹脂映画不思議箱屋のロゴでございます。こちらもちょっと画像として引っ張ってきましたので。おー不思議箱屋でございます。はい、というわけで今回ですね、3枚、印刷してみました。いかがでしょうか?その他にもちょっと気になるところはちょっと遊んでいきたいなと思います。ラベルタイプ、クリエイターボーダーってなんだ。おしゃれー。このヴィンテージサイズいいな。印刷!これ価格のやつか。チョコ、グラノーラ、これも印刷しよう。どんどんいくよ。バーコード、プレミアムジャスミン茶。これは、別途、ね、専用シールが必要ですね。いや、いっぱいあるな。ケーブルラベル。ケーブルラベル欲しいよね。カラーラベルというわけで、これを本当普通にこの後シール買うかも。まあ、白いラベルが無難かな。表ですね。表を入れたり、線、選択路、警告、ドクロ。監督、ヤギ座なのでヤギ。これ多分ね、太枠が大きいから綺麗に印刷できそうだぞ。まあ、あともう一個ぐらい行こうか。キッチン、食べ物、事務用品、学校と教育。で、ちょっとこれやってみよう。これを共有したいよね。コピー、ここに、あ、お、もしや、じゃあここに URL を、印刷。いろいろちょっと出てます。順番に見ていきたいと思います。これいいね。これよくあるじゃん。商品で出ました QR コード QR コードいけんのか。おお、いけんのか。監督ラブの QR コード。お、はい。おお、いける。え、これさ、じゃあ誰が来た時さ、スマホの裏にこれ貼っとけばさ、あ、これうちのチャンネルですってできない。いいね。 QR コード、バーコード、ドクロ、ヤギ、絵の具。いい。クオリティ高い。さすが業務用。ここに貼ってみよう。はい。どうですか皆さん。こちら、椅子に貼ったんですけども。こんな感じです。はい。どうでしょう。相当いいじゃん。近くに寄らせていただきました。はい。太い文字は結構綺麗に写りますね。でもこういう細いのも、悪くないと思う。で、QR コードも認識するし、はい、よくあるやつね。で、やっぱ画像に関してはちょっと荒くなっちゃうけども、全然悪くないよね。そして監督のイラスト、そんな感じでございます。いや、いいね。はい。いかがだったでしょうか?サーマルプリンター M220。今回監督がですね、いただいたのは、カラーがですね、ピンク。
カラーはこちら、4種類出ております。用紙サイズのですね、バリエーションがかなり幅広くなったので、まあ、コンパクトで場所も取らず、一度買ったら長く使える商品かと思います。この監督ラボでは、これはすげえな、これは欲しいな、自腹で購入したものを紹介するタイプと、あとこういった形で商品レビューをクライアントから依頼されたものをですね、紹介するものを中心に、最近は動画投稿をしております。まあ、基本的にジャンルはもうバラバラなんですけども、すべての動画に共通して言えることは、もうぜひカメラを通して共有したいという動画のみを厳選して投稿しておりますので、興味がある方はチャンネル登録をポチッとして、他の動画もご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。はい、これは結構長期間使えるぞ。アイディア次第で使い方は無限大。はい、この負の画録のやつが出し方がわからないという。どこにいる画録、どうやって出すんだ。あ、来た来た来た。